こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズやカメラは、ライカの、定番中の定番レンジファインダーボディ、ライカの M3、 人気のボディになりますね。はい。でもってですね、この個体はシリアルが、734025でして、1955年のドイツ製のライカ M3 ということになりますね。ということはですね、2015年ですので、今年で製造から60年を迎える還暦ライカということになりますね。60年前に製造された、ライカになるわけですけれども、もちろん現役で完璧に動作するボディになっております。はい。では外観から見ていきますね。ライカの初期型ですね。で、最初期型になります。スリムセレクターがこちらにありませんで、この、シャッタースピードダイヤルの天板がツルツルしてますのでですね、初期型ですね、最初期型、しかもこう人気の高いダブルストロークですね。はい。外観はですね、ご覧のようにちょっとですね、ややこのライカメーターの跡ですかね、ちょっとすれがありますけれども、全体的にこういった部分にですね、よくある当たりへこみなどは見られませんで、まあ、おおむね綺麗な状態ですね。はい。で、アイキャップも綺麗で、背面の塗装もしっかり残ってますね。はい。サイドのストラップの跡などもありませんし、底部にですね、やや細かいこういったすれが見られるものの、こう地面に置いてですね、ガリガリってやったりしたような跡はないですね。フロントも綺麗ですね。こういった部分に塗装の摩耗、メキの摩耗を見られないですね。はい。で、針側の状態もですね、こういった剥がれやすい、欠けやすい部分もですね、しっかり残ってまして、ここも綺麗ですね。サイドも綺麗です。はい。バックドアもしっかり貼られてますし、サイドも綺麗ですね。こちらのサイドも綺麗で、針側は 100% きっちり残ってますね。でもってこう古くなってパキパキに浮いたりもしてないですね。はい。で、続きまして、ファインダーですね。ファインダーも、こう前面から見て、ゴミちりの混入や、素材の劣化、黄ばみ、埃ちりの混入も見られないですね。でもって、ライカ M3 のオリジナルのファインダーとなっております。はい。M3、M2 とかの乾燥品じゃないですね。はい。で、接眼部から覗いてみてもですね、バルサム切れとかですね、ホコリチリの混入、黄ばみ、素材の劣化などありませんで、クリアな視界を確保しております。はい。ブライトフレームもですね、しっかり表示されてまして、パララックスも正常ですね。はい。薄くなったり、見にくくなったりと、途中で途切れたりとかですね、表示されなくなったりとかしてないですね。はい。で、ピントの二重像もくっきりはっきり、コントラスト、強く出ておりまして、縦ずれもなく、ピント合わせに難はないレベルで、きっちりと表示されております。はい。はい、フレーミングと、フォーカシングに全く難のない、非常に良いフレーミングな、フレーミングできるファインダーになってますね。はい。では、続いてシャッターのチェックに行きます。はい、巻き上げも滑らかに動いてますね。でもって、低速の1秒からチェックしていきます。はい。はい、1秒もいいですね。はい、シャッター音も聞いていただけると思います。はい。次が2分の1秒です。はい。いいですね。はい。2分の1秒もしっかり刻んで安定してます。次が5分の1秒になりますね。はい。はい。5分の1秒も、はい。安定して切れてますね。低速シャッターに、シャッターの粘りとかですね、膜の遅れなどないのがお分かりいただけます。続きまして、250分の1秒で見ていきます。はい。こちらも、中速シャッターもしっかり切れてますね。はい。で、ここで、こちらのセルフタイマー、
チェックしていきますね。レバーをぐっと下げてこちらのスイッチでスタートいたします。はい、ビンビン動いてますね。はい、ここでシャッターが切れまして、はい、最後までしっかりと動作しております。はい、シャッターに全く問題はないようですね。はい、で、そこ蓋を外してみますと、はい、だから中もですね、素材の劣化とか錆とか腐食ないですね。はい、スプールもしっかりとついてまして、はい、バックドアにも異常はありませんね。はい、シャッター幕もご覧の通り綺麗ですね。はい、いいですね。じゃあここで高速シャッター1000分の1秒チェックしていきます。はい、はい、初期型のこのライカですね、バックドアがちょっとこうはまるようになってますね。はい、はい、1000分の1秒、向こう側の景色が一瞬見えてると思います。はい、いいですね。はい、高速シャッターも全く問題のないという感じになっておりますね。はい、スプールを抜き取るとですね、きっちりカウンターも戻ってますね。はい、底蓋を、はい、しっかりはまってますね。きつすぎといったりとかですね、こう緩くてパカパカ浮いたりもしてないですね。はい、で、付属品がこちらのボディキャップになりますね。それと今回はこちらの、はい、ライカ純正のですね、革ケースついてますね。ストラップもしっかりついてますね。はい、片当てもこうありますね。ほつれたり革が弱くなったりとか、傷んだりボロボロになったりとかしてないですね。非常に綺麗な状態の革ケース、ストラップをお付けいたします。はい、でもつって、本個体ですけれども、熊本の中村工学様にてオーバーホールを施していただいております。シャッター、巻き上げ、巻き戻しなど、すべて分解清掃、グリスアップ。でもって、ファインダー、距離計、ピントですね。も、分解清掃、調整を施していただいております。はい。ということでですね、専門業者にて、オーバーホール済みの、はい、1955年製造のライカ初期型、ダブルストロークになります。はい。還暦ライカですね。はい。ということで、大変いい状態のオーバーホール済みの個体になりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。